はい、どうも星野剛志です。今日はですね、私が滞在しているウォータービルゴルフリンクスのウォータービルハウス1790年開場です。プライベートですね。でこちらをご紹介したいというふうに思います。 See you tomorrow! Good night! ドナールが帰ってきました。ということで、じゃあね、皆さん見たことがあんまないと思うんで、ウォータービルハウス入っていきましょう。まあ、こちらはですね、ウォータービルのゲストが泊まる、まあ、宿泊施設みたいなものなんですけれども、いわゆる昔のカントリークラブというか、古き良き伝統という感じですかね。まあ、あちらがですね、母屋になるんですけれども、あちらはね、後でゆっくりご紹介しますけど、まずね、ここに入って、こちら天然の小川流れてますね。見てください。で、あっちにね、羊がいっぱいいるのがわかると思うんですけれども、羊いっぱいいますよね。この小川素晴らしいですね。まあ、このね、景色感素晴らしいですね。あの川の奥の上に見えるのはウォータービルじゃないで、ホグズヘッドっていうゴルフ場になります。で、ここの川でですね、メンバーさんとか宿泊された方がね、フライフィッシングして、釣りをするんですけれども、すごい大きいね、何が釣れるんだろう、トラウト、キングサーモンが釣れるみたいです。ということでね、素晴らしいですよね。まあ、僕自身もですね、実はウォータービルにはね、去年も来てるんですけれども、ウォータービルハウスに泊まるのは10年ぶりぐらいになります。もう最高ですよ、本当に。でちょっとね、暗くなっちゃう前に、中は後でいくらでも見れるんで、今日はね、そこ橋渡れないんですけれど、橋渡るともうプライベート練習場です。ここ見えますかね、今橋が工事中なんですけど、この川渡ったあっちがね、ドライビングレンジになって、僕も打ったことあるんですけど、400ヤードぐらいあると思います。でもう一つの練習施設、これがですね、宿泊してる人たちだけのためにある、まさにウォータービルハウスですね。ゴルフクラブですよ。じゃあちょっとね、アプローチ練習場というか、110ヤードぐらいまで打てたかな。僕もやったことあるんですけど、パッティンググリーンがあるんでね、明日朝練習する人たちもいるかなと思いますね。ちょっとそちらを皆さんに紹介しましょう。はい、こちらがですね、アプローチエリア、あっちにグリーンありますね。ちょっとグリーン行ってみましょうか。グリーンの奥はね、もうアトランティックオーシャン、大西洋ですね。今はもう夜の9時過ぎてるんで、風も強いんでね、ちょっと寒いですけど、まあでもこの広大な練習場、ここでですね、あとでその証拠を見せますけれども、タイガー・ウッズとか、デビッド・デュボール、スチュアート・アップルビーとか、マーコ・メラとか、全英オープンを勝っててるね、彼ら超メジャーの選手たちが全盛期合宿をやってたのがここウォータービルハウスです。このアプローチグリーン、そしてこっちですね、チッピング・パッティンググリーンがあります。素晴らしい施設ですね。これがウォータービルハウスです。それではね、ちょっと寒くなってきたんで、ウォータービルハウスの中に行ってみましょう。それでは早速ウォータービルハウス入ってみましょう。よいしょ、あったかい、あったまる。お花がめちゃめちゃ綺麗でございます。はい、こんな感じですね。シートラウト、これが釣れるやつですね。シートラウト、歴史をね、すごく感じさせますけれども、見てください、これがその照明です。デビッド・デュボール、スチュアート・アップルビー、マーコ・メラ、タイガー・ウッズ、リー・ジャンセン、すごいですね。で、マーコ・メラさんがね、フライフィッシングしてる写真ですね。これはタイガーウッズですね。入り口入ってすぐの、何の部屋でしょうか。セッティングルーム、待つ部屋かな。ハーブがありますね。
歴史を感じますよね。ここはダイニングルームで明日の朝ごはんを食べるところなんで、ここは明日ねまた朝食をここで撮影します。はい。でここね僕らのストレージになってますけれども、フライフィッシング好きな人はね多分この毛針とか見たらわかるんじゃないかなっていう感じですね。で皆さんがね釣ったサーモンですね。これは秋に釣れるのかな。おお、ペインスチュアートがちゃんと釣ってますね。素晴らしい写真ですね。歴史を感じます。じゃあちょっと2階の方に上がっていきましょう。ずずいと、まあすごくね歴史があるんで入り組んだ作りになっております。ここはバーカウンターです。ウォータービルのバーです。じゃあちょっと中に入っていきましょう。すごいですね。1999年、タイガー・ウッズ、マーク・オメラ、ペイン・スチュワート、スチュワート・アップルビー、リー・ジャンセン、デビッド・ドゥボール。歴史を感じさせるね。素晴らしいです。こちらはプールバーですね。プールバー、卓球場になります。いやー、いいですね。そしてなんとここからがね、さすがという感じですね。サイベックスのベンチがあります。そしてこっち奥は見てください、トレッドミルから普通に全部マシンありますよ。トレーニングし中トレーニングしたいな、したいけどね、明日はウォータービルですからベンチからもう何でもありますね。素晴らしいですね。こんなねグリーン見ながらトレーニングできる。明日朝目覚めちゃったらトレーニングしようかな。このねボビー・ジョーンズが US オープン勝った時の写真とかね。それでは私の部屋をご紹介します。一番奥の部屋になっております。一番奥の部屋はおそらくロイヤルスイートルームではないかと。なぜかというとですね、見てください、ドナルド・ロス見えます？皆さん1873年から1948年、各部屋にですねコースアーティストの方をリスペクトしているので、そういうふうにねコース設計家の有名な方、ドナルド・ロス、今年の全米オープン開催のパインハーストナンバー2の設計者です。あとですね、去年の僕の YouTube 動画見てる方は分かるかもしれないですけど、うちの次男とね、フロリダに行った時に US ジュニアのねクオリファイを回ったコースもドナルド・ロスでした。さあ皆さんその動画をぜひご覧ください。じゃあ中入ってみましょう。さあ Welcome to my room。 部屋はですね見ていただいての通り、見てくださいこの美しい部屋を。じゃじゃんじゃじゃんじゃんじゃん、素晴らしいですね。最高です。そしてね、この素晴らしい綺麗な超おしゃれなねシャワールームもありますね。まあね非常にラッキーなことにですね、こうやってウォータービルハウスさんにまた泊まらせていただくことになったんですけれども、まあ、これからもですねウォータービルゴルフリンクスさんのお世話になりながらですねリンクスゴルフをいつも楽しみたいなというふうに思っています。今まで YouTube チャンネルでこうしてですねご紹介する機会はなかったんですけれども、こうやってね僕がもうこの10年以上ですかね大変お世話になっているお客様がいらっしゃるんですけど、まあ、名前はね
あげないんですけれども、まあ、ウォータービルのメンバーさんでね、今回もちょっとね、預かり物をウォータービルから明日して、でそれをね東京に持ち帰るという任務が私にもあるんですけれども、本当にありがとうございます。そしてね、ウォータービルゴルフリンクスの、まあ、さっきちょっと運転してくれてるドナールとか、あとミリアムとか、まあ、ヒギンズプロとか、リンダ、もう本当ね多くのウォータービルの人たちと明日会えるのを楽しみにしてます。明日朝ね、僕が大好きな、多分クロワッサンが出ると思うんで、そちらの方もねウォータービルハウスの動画続きで見ていただきますので、明日の朝食へどうぞ。来ました、クロワッサン。今日はスクランブルエッグとサーモンです。とき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 と、最後はヨーグルトです。うん、うまい。クロワッサンは売り切れで、明日っていうことで、今スコーン食べてます。はい、ということでですね、朝食今終わったんですけれども、まあ、朝食はね、あの他のメンバーさんたちもいるんで、 あんまりね撮影するとご迷惑かかっちゃうので、ゴルフ場のね、まあ、今日このウォータービルハウス あのクリスティンさんとかもね挨拶しに来てくれて、またゴルフ場でまた会いましょうみたいな感じでね、いろいろ優しくしてくれて、すごくあのホスピタリティ豊かで、まあ、素晴らしいクラブだなというふうに思いますね。で、まあ、実際この、ウォータービルハウス、こうやってですね、まあ、泊まってみると、今回2泊するんで、まあ、まだ今日1泊して、明日も朝ね、さっきサービスしてくれた方が、明日はクロワッサンもっと焼いとくから、楽しみにしてねって言われましたけど、本当にクロワッサン美味しいんですよね。今日は僕1個だけだったんですけれども、明日は、2個は。食べたいななんていうふうに思ってます。太っちゃうから、今日はね11時10分スタートでウォータービルゴルフリンクスプレイするので、そちらの模様も皆さんぜひ楽しみにしてください。まあ、ウォータービルゴルフリンクスは1889年に、開場してるんですけども、ゴルフ場自体は、このウォータービルのね、ウォータービルハウス、ゲストハウスはですね1790年からあるそうです。1790年ですよ皆さんね、日本はどんな時代だったでしょうかね。でそんな時からある、まあ、いわゆるクラブですよね。ゴルフ場より前にクラブとしてこう、まあ、歴史あるこのウォータービルさんのところにこうやってお邪魔できるのは、まあ、本当ね感謝しかないなというふうに思っています。まあ、今は朝の9時ですね、9時過ぎなので、今ほとんどもうゴルフウェア着替えてるんですけども、今日は多分雨は降らないと思うので、ウォータービルゴルフリンクスを楽しんで、プレイしたいなふうに思います。今日の動画はね、ウォータービルハウスをご紹介する動画だったんですけれども、ちょっと日本にはないこういうね、まあ、カントリークラブといいますか、そういう雰囲気が少しでもね皆さんに伝われば嬉しいなと思うし、まあ、こういう機会を持ってゴルフのね奥深さが伝えられたらなというふうに思います。今日の動画がいいなと思った方はぜひお願いします。チャンネル登録まだの方はチャンネル登録。それでは次のエピソードでお会いしましょう。バイバイ。